はい、時刻は4時を回りました。繁栄愚子純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は私純英の一人語り4回目となります。前回はですね、確か8月の放送で、これまで僕が出会った方々に聞いたお話の中から、状況や環境が全く変わらなくても、ものの見方、捉え方が変わることによって人生が劇的に変わるということで、以前ゲストで出ていただいた滝本康生さんとか宗志郎さんから聞いたお話の中から、まあ大切な伴侶を亡くされた方に対してどのような言葉をかけたらいいのかとか、あと心が嫌がる道は徹底して避けろといったお話をさせていただきましたが、今回もですね、僕が直接お会いした方の中から、まあ人生好転ストーリーのお話をさせていただきます。で、僕はですね、以前もちょっとお話したことがあると思うんですけど、本業としてはアパート経営も、していて、でそのお部屋の中で1ヶ月とか半年とか、マンスリー の短期契約もしているんですね。でそこに、いらっしゃったお客様のお話になるんですが、ある時僕がアパートの管理をお願いしている、不動産会社さんの担当者の方からお電話が入りまして、下地さん、実は、うちの会社に連絡、ある女性から連絡があって、下地さんの連絡先を聞きたがっている女性がいると。ただ個人情報の観点からその方に、僕の電話番号をお伝えすることはできないので、よかったら、ご自身で、かけていいかどうか確認した上でご連絡してくださいということで、ある方のお名前と連絡先をちょっと、いただいたんですね。で僕は自分の物件で、マンスリーとかをさせていただくときに、お越しいただいた方の、情報っていうんですかね、ご住所とか名前とか連絡先はもちろんですけど、その時にどういうお話をしたかっていうのを全部 Excel で、管理してるんです。で名前と電話番号を見た時に、あ、この方かっていうことですぐに思い出した方がいらっしゃって、でたくさんねお客さんいらっしゃる中で、すぐに思い出したということはかなりインパクトがある方でもあったんですね。でどのようにインパクトがあったかっていう と、すごいネガティブな方だったんです。で僕 の、物件、僕が作ってるホームページから、問い合わせいただいて、お部屋を見させてもらいたいっていうことでお越しいただいた時に、子供さんと一緒に来られてたんですね。子供さんっても20歳を超えてる方なんですが、でその方といらっしゃって、お部屋を内見していただいたんですが、お部屋がですね、5階建てのアパートで、5階の部分しか空いてなかったので、そのお部屋をご案内したんですが、僕のアパートっていうのはちょっとエレベーターがない物件だったので、階段をお使いいただいて登っていくんですね。でその時に、階段登ってる途中でこのお母さんの方が息子さんの方に向かって、あんたこっから下見たらダメだよ、落ちて死ぬからとか、で階段上り下りするときに足元気をつけないと転んで、大怪我したり死んじゃうから気をつけなさいよっていうようなことを言うんですね。でそばで見ててあんまりいい気分しないじゃないですか、縁起でもない話をするん でそれで僕はちょっとお母さんに注意っていうか、すいませんって、この物件でそういう話はやめてくださいと、お子さんのことが心配かもしれないですけど、あまり何ですか心配しすぎるっていうのはもうその言葉が、縛られて呪いのような
効果で、その子どもが逆にそういう現象に起きてしまう場合があるから、縁起でもない話はやめてくださいと。でこれが口癖で、ついつい出てしまうんであれば、申し訳ないですけど他の物件に行ってもらえますかということで一旦ちょっとお断り しようとしたんですね。ただお部屋を見ていただいた時に、まあ、息子さんも気に入ったので、まあぜひ、まあお仕事もされている方ですから、息子さんがですね、で、まあ、職場にも近いしということで、契約することになったんですが、まあ住むってなったらここにいる間はもうその口癖はやめてくださいということでちょっと釘を刺したんです。で後日、ご契約と鍵の引き渡しってなったんですけど、後日いらっしゃった時には息子さんいらっしゃらなくてお母様だけだったんです。で今はあまりしないんですが、その当時入居される方お一人お一人に、お名前を、和紙にですねお名前を書いて、筆文字でメッセージを書いて、お部屋の方に置いてるようにしてたんですね。でその時に、まあ、前日明日から入居だからっていうことで、筆文字で、メッセージを書いてたんですが、これまでもう何万枚ってことで、ね、いろんな方に筆文字でメッセージ書いてるんですが、ちょっと珍しいことにこの息子さんの名前を書いてる時に筆が捕まるっていうかもう途中で止まるんですよ。伸ばしたいところがクッと止まってそこにそれ以上進まないみたいな感じで、なんか変なあれだなと思って、普段あんまり書き直しはしないんですが、それ書き直しを3回目ぐらいした時になんかおかしいなと思って、でそこにちょっと意識を集中したら、なんですかね、ちょっとまあ怪しい話言うと、そのお母さんの執着みたいのがすごく感じられたんです。で入居当日にお母様お一人だったので、そのことをちょっとお伝えしながら、息子さんのためにちょっとメッセージ書いてきましたっていうことで、でただねお母さん、この息子さんすごくいいと思います、でお母さんがこの子を心配せずに手放してあげればこの子は自分の力でいくらでも多分伸びていく方だと思いますよ、安心して、執着を手放してあげてくださいっていうことでお伝えしたら、そのお母さんがもうボロ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 涙を流し始めたんです。でなんかやっぱりねスイッチが入ったんだろうなっていうことで、しばらく落ち着くまでお待ちして、どうかされましたかってことでお聞きしましたら、実は私、がんなんですと。で先日お医者様から末期で、もう余命もいくばくもないと宣言されましたと。ですごく痩せている方だったので、今手術しようにももともと体力が追いつけないから、手術した時点で、まあ、命の保証ができないんですと、お医者様はおっしゃられたそうなんですね。でそれで、まあ、手術で、治療することもできないってことで途方に暮れてた時に、前のご主人との、間に生まれた息子さん、まあ、当時は小学校5年生、5、6年生だったっていうふうにおっしゃってましたが、その当時に、まあ、行き別れというか、離れ離れになった息子さんから、連絡があって、今度自分で自立したい、アパート借りたいんだってことで、お母さんちょっと力貸してくれないかなってことで連絡があったそうなんです。でただ、このお母さんからすると余命宣告受けているので保証人になろうにもその通るかどうか分からないとか、継続して子どもを支えていくことができるかどうかっていうのが分からないんで、とりあえず、1ヶ月とかの間、自立ができるかっていうことでマンスリーに住んでみる、お手伝いはできるよっていうことで僕のところを訪ねてこられたそうなんですね。で前のご主人との関係性とか、まあ、離婚された時のお話とかで、あと、まあ、再婚されて今のご主人との関係性とかお姑さんとの関係性とか、すごい、まあ、お話聞いてると心が痛くなるようなお話をやっぱりされていくんです。で
まあ、大病を患われる方っていうのはすごく我慢強くて優しい方が多いっていうことでお聞きしますが、やはりこのお母さんもそうだったんでしょうね。ずっとずっとうちに溜めて、苦しいものが、溜まった結果そういう大きい病気に侵されたっていうことだったと思うんですが、すごく泣きながらそのお話を僕に聞かせてくれたんです。で、一通りちょっと聞いた後に僕がお母さんにお伝えしたのが、お母さんって言って僕はですね、医者でもないし霊能者でもないので、これからお話しすることは全く根拠のない話をちょっとさせていただきますと。で、全く根拠がないので嘘だと思っても結構ですと。で、僕、今までね、こういうふうにこれまでのことをお話しいただいて、で、今まではそうだったかもしれませんけど、申し訳ないですけど、今後この病気でお母さんが死ぬことはもう不可能ですと。で、この病気がんが、これから先あなたを死に追いやることはもう絶対に無理ですとっていうふうに僕断言したんです。で、なぜ断言するかっていう、何か見えたっていうわけではないんですね。で、何か癒すっていうことでもないんですけど、僕自身がですね、すごく自信を持って言えることが一つあって、僕は人のご縁がすごくいいんです。で、僕と、人生の転換期で出会った方っていうのは、スイッチが入るかのようにすごくいい感じで、伸びていかれるんですね。で、それはもう自分の力を超えてる、ものだと思ってるので、それだけはですね、僕は能力は低いんですけど、それに関してはすごく自信を持ってるので、もしお母さんが、人生の目的を見つけないまま辛い経験をされたままこのまま命を閉じられる方であれば、僕はあなたの人生に現れてはいけない存在とすら思っているんです。だけどこのタイミングでお母さんとご縁をいただいたっていうことは、あなたが、亡くなるのは今じゃないんです。で、これからどれぐらい伸びるかどうかもそれは僕は分からないけど、ただ今この病気じゃないっていうことだけは分かるんですと。で、じゃあ生き延びないといけない方が僕の前に現れたと。で、生き延びないといけないけど、その方がなぜ余命宣告を受けなければいけないのか、あと1ヶ月2ヶ月でもう亡くなるよということでお医者様から、宣言されないといけないのかってことなんですけど、僕のですねメンターのお一人にですね、病気も健康のうちという変なことを言う方がいるんです。で、僕も最初これ聞いた時に、病気も健康のうちって意味がわからないって思って、じゃあ病気って何なんですかっていうことで、そのメンターにお聞きしたことがあったんですね。そしたら全ての病気ではないっていうのはもちろんそうなんだけど、人によってはそれはメッセージであることが多々あるんだっていうことでおっしゃるんです。メッセージ、要は命のタイムリミットがもうすぐ迫ってるよ、あんたこの生き方でいいのっていうことで、病気っていう形を通してメッセージが届けられてるんだっていうことでおっしゃるんですね。で、なるほど、そういう考え方もあるのかっていうことで、僕もその当時、すごく感心したんですけど、そこで少しちょっと疑問が湧いてきて、そのメンターの方に、僕が聞いたのが、じゃあ、その病気っていうものが、大病が人生に対するメッセージだとすれば、その人がそのメッセージを受け切ってた時にはその病気っていうのはどうなりますかって聞いたことがあるんです。そうすると、メンターがおっしゃるには、存在する理由がなくなるんですって言うんです。ほう、それもまた面白いですねっていう話をそのお母さんにしたんです。だから今現時点でそのお母さんの方が、恐怖とかリミットが迫ってるっていう焦りから何をしているのかわからないっていうことですごく心が迷ってるのはわかるんですけど、
僕のこの物件でこの場所にいる間にぜひぜひ自分が何をすべきなのかっていうその鍵を探してくださいと。ただ注意すべき点があって、その自分が何をすべきかという鍵を探すときに、ご主人がどうのこうのか、職場の人がどうのこうのとか、周りの環境がとか、お金がとか、時間がっていう周りのせいにしたり、自分以外の何かの、なんか依存したりとかっていう状態では、その鍵は絶対に見つからないんですってことでお伝えしたんですね。そこから離れた、息子さんのためとか、自分はどうありたいかっていうところをぜひぜひこの短期間だけど、そこにここにいる間に見つけてくださいということでお伝えしたんです。で入居していただいて、しばらく僕もね物件の掃除とかやっぱり日々行くもんですから、朝、時々会うわけですよ。で、下地さん今日こういうご飯作ってきたのっていうことで、タッパーにですね、なんか惣菜とか作ってきたの見せてくれるんですね。いや美味しそうですね、僕ちょっと食べていいですか。いやダメです、息子にあげるもんですけどあげません、とかって言いながら挨拶を交わしてたんですが、もう1ヶ月っていうのはもうすごくあっという間で、時間が過ぎて退去される時に、もし私が生き残ってたらまた下地さんにお会いしに行きたいですっていうことでおっしゃっていただいたんですね。で、いやもうぜひぜひいつでも声かけてくださいっていうことで退去されていったんですが、その後特にね僕の方もご連絡することもなく、半年1年と時間を過ぎていくんです。お医者様からは余命宣告された方ですから、頭の片隅にあってもどうされたのかなってことで時々思い出してたんですけど、その不動産会社から渡されたその電話連絡先は、その方が退去してから1年半後だったんです。あ、1年半前に退去された方だから、もしかしたら元気になってるかもしれないということで、すぐお電話を差し上げたんですね。で、すると、いや下地さんお久しぶりです、実は以前に私高校で利用したことがあるんですっていうことで、すぐにお声掛けいただいたんですが、いや分かりますよ、ナイナイさん息子さんのナイナイさんもお元気ですかっていうことでお伝えしたら、いや本当に覚えてらっしゃるんですか、で実はですねって本題を言おうとしたんで、いやいやちょっと待ってくださいお母さんって、ちょっとと昔から気になってたことがあって、これだけちょっとお聞きしていいですかっていうことで、お母さん病気どうなりましたっていうことでお聞きしたら、ありがとうございます、病気は消えましたっていうことでおっしゃったんです。でこれでその方はもう自分の人生を変えられて、結局本題としては今籍を入れているご主人からも自立した生活を送りたいから、新たなスタートを、僕の物件からスタートしたいからってことでご連絡あったんですけど、当時もうお部屋が全部埋まってたので、スケジュール見て申し訳ありませんって、今回のお役目は僕じゃなくても大丈夫ですので、安心して他の方のところに行ってください、で他の方のところに行ったところでまた必要なメッセージが、出会えるかもしれないのでよそに行ってくださいっていうことで、一旦お断りしたんですね。でここで勘違いしてほしくないのが、僕だからその病気を治したとか僕が何かをしたっていうことでは一切ないんです。で僕の根拠のない話をこの女性が、自分の新たに進みたい未来の姿として、で自分が選択した結果病気が治った、もう全てこの女性の選択した結果なんですね。でこの、運命は変えられないとかって言うんですが、運命と宿命というのはまた違ってきてて、ちょっと一旦ここで、CM を入れて後半で運命と宿命の話をちょっとさせていただきたいと思います。なんか緊張して喉乾きますね。あなたの広告街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能、広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111、
クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。0120-49-7755ムービング沖縄で検索。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半では新しい未来を選択したことで余命宣告されてた病気を克服した女性のお話をさせていただきましたけど、病気にはですね3つの種類があるそうなんですね。一つが、肉体の病、飲みすぎ食べすぎ運動不足不摂生といった体の病気 で2つ目が、思い癖の病、不平不満不安恐怖心とかそういう、心とか思い癖から来る、病気で、3つ目が宿命の病ということで、人って生まれる前から、予定されてた、人生がある程度決まってるっていうことで、よく聞くんですけど、これ先ほどのメンターの方もその3つ目の宿命の病で大きい役割からずれた時にもそういう修正っていうのもそういう時に現れるっていうことなんでしょうね。で先ほど前半でねちょっとお伝えしましたが、宿命は変えられない、運命は変えられないっていうことで、思っている方が多いんですけど、実はですね宿命と運命っていうのがあって、で宿命は変えられないけど運命っていうのは変えられるっていうふうに僕学んできてるんです。で親とか兄弟とか家庭環境とか、経済環境っていうのはそれは宿命にあたりますね。国とか性別もそうですね。でそういったのは変えられないんですけど、その他っていうのは自分の努力とか成長次第でいくらでも変えられるっていうふうに聞いてきたんです。僕もそういうふうに教わってきたので、今は僕もそういうふうに信じて、日々努力はしてるんですけど、それをね分かりやすくお料理に例えていらっしゃる方もいらっしゃって、宿命をですね具材で表したり、運命のことを調理法っていう形で表現される方がいらっしゃるんです。冷蔵庫開けた時にじゃがいもとか人参とか豆腐とかあったから、それで、それはもう決まってる材料じゃないですか。それを使ってどう何を調理するかっていうのはその人の腕次第だとかアイデアとかそれまで蓄積してきた努力スキルによって出来上がるものは全然違ってくるわけですね。そういう表現されてる方もいらっしゃるんですけど、僕の場合ですねこれにプラスして進むべき道を見抜く目っていうのもやっぱり大事なんかなって思うんです。で僕がですね以前、名護の方に向かって高速をちょっと走らせてる時に、どこら辺だったかな、金あたりだったと思うんですけど、その日はものすごい風が強い日で、車もちょっと横ぶれするぐらい強い風だったんですね。でその高速を走ってる時にパッと目の前に、目の前の空に黒い影が映ったんです。何だろうと思ってみると、小鳥を襲う鷹の姿だったんです。鷹がバッて襲いにかかった時に、小鳥はバッて散るんですけど、1羽だけ逃げ遅れたっていうか遅れた鳥がいて、でその鳥が面白い方向に進んだんです。それは風下でも風上でもなく真横に飛んだんです。で風を横に受けながら飛ぶっていうことはもうちっちゃい鳥だともう揉まれるんですね。だけどその鷹がその小鳥を襲おうとした瞬間に鷹はもう出力を失って落ちていくんです。でなぜかっていうと、横風を受けると鷹の大きい羽だと上げれば煽られて下げれば巻かれてもう落ちていくんです。でこの瞬間この小鳥っていうのはこの方向以外に生きる道がないっていうところを瞬間に判断してその真横に飛んだっていうのを目撃してですね、いやこの小鳥頭いいなって思ったんです。
で僕らなんか、まあ、僕なんか特にあの個人でやってる、事業主なので大きい企業と戦っても当然負けるわけですね。で自分が進むべきは道はどこかっていうところを、しっかり把握して、その目を養っていけば、また生き残る道も、広がるのかなと思います。あっという間の時間でしたが、本日は、こちらで失礼いたします。それでは本日の繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、私純英の一人語りをお届けしました。それではまた来週素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。大丈夫です。25分でした。26分祈りの仕方というか、まあ、脳科学を使った